メガネ、エプロン、腕まくり。どうも、コーヒーソムリエのカジです。さあ、今回はこれ、レコルトのホットサンドメーカーミニってことで、ホットプレートタイプのサンドメーカーね、これを持ったことが実はなくてですね、今まではこれ、こっちの方ね、直火でやるやつ、これを愛用して使ってて、全然申し分ないというか困ったことはなかったんですが、まあこれがおすすめだよってことで勧めていただきまして、それなら使ってみようかなと思った次第でございます。これさ、可愛いのよね。どう、可愛くない？色もね、これジンジャークッキーっていうのをさ、イメージしてるらしくて、まあ色もいろいろあるんだけど、それで、なんかせっかく見てみようか。せっかくなので、中を見てみましょう。こんな感じ、今使ったばっかなんだけど、パン挟んで具材を入れて、もう、カチッとやって、スタートポンの。それで、あとは、3分弱くらいかな。それでもう出来上がるよっていう、ほぼ、全自動。もうセミオートというか、そんな感じで簡単にできる商品でございます。いや、これ、可愛いし、美味しいしで、最高だと思った。で、今回中入れたのが、よいしょ。ミートグラタン。ね、お弁当で使うさ。わかる？冷凍食品のやつなんだけど、あれ入れるとトロトロで美味しいので、これもね、おすすめ。じゃあ食べてみようか。はい、いただきまーす。うん。美味しいね。これね。ちょっと。こうプレスした時に耳がカリカリになるの。これもね、ほんと美味しいよ。めちゃめちゃ美味しい。で、こういう時に何を挟もうかなって悩むことあると思うんだけど、大丈夫なんだよね。レシピ本がもうレシピドサーっていっぱい入ってるんで、うん、もう付属品でこれ使っていただければもう困ることもないかなと思う。うん、じゃこんなに便利だと思わなかったんで、今後ちょこちょこ使っていこうかなと思います。素晴らしかった。はい。じゃあそんな感じでしょうか。以上、お相手はコーヒーソムリエカジでした。バイバイ。